民族学者として世界を飛び回る親父を持つ俺たち兄弟は、小さい頃から子供だけで生活していることが当たり前だった。いただきまーす。サキ、残さず食べるんだぞ。なあサキ、いつもお父さんいないけど寂しくないか？もちろん。え？大好きなお兄ちゃんと一緒ならサキ平気だよ。マシュマロ妹サッキマス。体が動きません。なんだよこれ、金縛りとか初めてかかったよ。幽霊出ちゃう？それとも呪い？ああ親父の怨念。今日ネックレスなくしちゃったもんな。ごめんよ親父。あ、いやいや親父生きてるけど。あれ、すごい夢見ちゃった、はあ、お兄ちゃん、先はいけない子です。お兄ちゃんと顔合わせらんないな。早くお家出なきゃ。サキ、おはよう。って、今日は家出るの早いんだな。はぁ、まったく。親父にもらったネックレスはなくすし、サキに襲われる夢なんて見ちゃうし。ふんふん。真鍋、いたのか。あるわけねえだろ。夢だよ夢。そんなことより俺のネックレス知らないか？なんだよ臭いか俺。なるほどね。体が動かない。